しそうなおにぎりいただきます。うわー、食べられる。あれれ、僕た食べられちゃった。あれれれ、もぐもぐされてる。おにぎり棒ちっちゃくなっちゃった。うわー、今度はお水が、水が出てきたよ。え、おにぎり棒ちょっと溶けてる。角がドロドロしてきたよ。ふいん、解説するよ。食べ物が口に入るとじゅわーっと唾液、唾が出てくるよね。この唾液は食べ物を柔らかくする働きがあるんだ。もぐもぐ噛んで小さくなった食べ物がもっとちっちゃくなるよ。この小さい食べ物は次にどこに行くのかな。うわー、飲み込まれる。わわー、お水がいっぱい。おにぎり号が船になったよ。わー、お水が増えてきたよ。おにぎり号がドロドロになってる。どうしよう、おにぎり号大丈夫かな。リン、ここは胃だよ。胃、このお水は胃液だよ。胃液、ここに食べ物が入ってくると伸びたり縮んだり動きながら胃液と食べ物を混ぜ合わせるんだ。胃液はね、食べ物を溶かしたりするために胃の内側の小さな穴から出てくるんだ。さて、胃で食べ物がドロドロになって小さくなったね。このドロドロになったおにぎり号は次はどこへ行くのかな。わわー、すっごいくねくね。あ、おにぎり号がまた溶けてる。おにぎり号ちっちゃくなっちゃったよ。次はどこに行くのかな。ふかふか、絨毯の毛みたいな毛がたくさん。うわー、おにぎり号が吸い取られてるよ。降りといてよかったな。トゥイン、ここは小腸だよ。長さはなんと6メートルから7メートルもあるんだ。とっても長い。小腸ではドロドロの食べ物をもっとドロドロにして、もっと小さくして栄養を吸収するよ。小腸の内側には絨毛といって、絨毯の毛のような小さな毛がびっしり。この絨毛はドロドロの食べ物から栄養を吸収するための毛だよ。ここで栄養を吸収するためには食べ物がすっごく小さくなってないといけないんだ。小腸で食べ物の栄養を吸い取ったら、残りカスと水分が残ったね。この残りカスと水分は次はどこへ行くのかな。よいしょよいしょよいしょ、はっはっ、長い道のりだ。もう少しかな。わー、今度はさっきよりも大きいトンネルだな。わー、水が吸い取られてる。ここは大腸だよ。ここで水分がギュッギュッと抜き取られて、残りカスが固められてうんちになるんだ。そしてできたうんちはお尻の穴、肛門から出ていくよ。栄養にならない、いらないものが外に出てるってことだよ。うわー、キラリー、朝だよ。ポン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 、はっ、流されてない。あのね、僕トゥインクルさんに食べられてうんちになって流されちゃったの。流されちゃったの。トゥインクルさん、トゥイン、食材さんたちはこうやって私たちの栄養になるんだね。元気な体を作るために、これからもご飯をいっぱい食べようね。バイバーイ、トゥイン。じゃあ最後に僕とあっち向いてほいだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてほい。左だよ。当たったかな？またトゥインクルさん
会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は